おはようございます。たかしです。本日は9月17日金曜日、ただいま6時33分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは日足からです。昨日のローソク足ですが、こちらも非常に見にくくなってますね。昨日は見えますかね、こんな感じです。一昨日もそうなんですが、すごく下髭の長い陰線で終えてますが、昨日の場合は実体がほぼありませんので、だいぶ下からの買い支えが強いなっていうのが印象です。ただ見た感じはかろうじて陰線という風になっておりますし、この青の GMMA とこの赤の GMMA があるんですが、赤の GMMA が青の GMMA に反発して今少し下向いてきてるんですね。そしてそれに抑えられるようにしてなっておりますので、おそらくここから下落してくるんじゃないかという風に取れます。ただストキャスティクスは安値圏からゴールデンクロスを仕掛けてきてますし、マックディはデッドクロスはしてきてるんですが、怪しい感じがしますので、やはりまだ少し下げ渋る感じはするなっていうふうに思ってます。ただトレンドとしては今下向きになりかけてきているっていうところですので、今日が陰線で終わればまだここからの下向きで下落していくでしょうし、今日がもし陽線で終わればもう少し怪しい雰囲気になってくるのかなという感じです。では4時間足です。現在この紫の平行チャンネルの下限付近で反発するかどうかというふうに見えます。この平行チャンネルというのは、ここのヒゲ先、ここのヒゲ先を結んだものをこちらのヒゲ先に当ててるんですけれども、この辺っていうのは大体なんとなく意識されてるなっていうポイントなんですね。それをこのまま当てました。そうするとここも意識されてるなと、ヒゲで少し抜けてはいますが実体は抑えられてるなっていう風なのがわかります。そして今ここの黄色のボックスは、おとといの日足の高値安値というところでボックスを作っております。ちょうど昨日もその中で推移している。特に上に上がったら売られるっていうのが、強いなっていうのがわかります。で基本的に今日足は上目線ですが、1時間足と4時間足に関しては下目線になっておりますので、やはり上がったところでは売られる戻り売りの方が強いなって感じますね。ただここで今買い支えをされるようですと、一旦上昇するかも。上昇の目安としたこの白の切り下げライン付近を目指して上がってくる可能性があるなとは見ております。今4時間足ストキャスティクスは高値圏からデッドクロスしてきてますし、マクディに関しては若干ゴールデンクロスはしてきてますが、まだまだ弱い感じですので、今ここから下げてくるような雰囲気にも見えます。ただ今ここで買い支えされるのかどうかっていうところがポイントですので、このボックスですね、この黄色のボックスをどちらに抜けるかで、抜けた方についていくのがいいと思ってます。そして日足でも言いましたが、この GMMA ですね、今4時間足も下向きに開きかけてきてます。で日足の GMMA もちょうどここを通ってまして、今それに抑えられるようにして上値が重い状態にはなってますが、今4時間足の GMMA も下向きに下げてきてますので、もしここから一旦上昇したとしても、この GMMA にぶつかっておそらくもう一度下げてくると考えられます。今はこの上昇に対する押し目買いになるのか、それともこの下落に対する戻り売りになるのかっていうところでの攻防戦が行われていますが、日足の GMMA に抑えられていること、そして4時間足の GMMA も近づいてきていますので、一旦上昇すれば再度下落してくるんじゃないかと考えております。そしてここ4時間足この下落に対して、今ここが踊り場だとすると、やはりこの辺ですね、この薄い赤の切り上げラインぐらいまでは下げてくるんじゃないのかなという感じがします。では1時間足です。現在はこの高値からこの安値に引いたフィボナッチリトレースメントの 38.2%、151.6 というところまで一旦の戻しをつけるかと思いきや、先ほど4時間足でお話ししましたこの黄色のボックスですね、おとといの高値安値というところを結んだボックスなんですが、そこのボックスの上限でピタッと反応して昨日も何度も落ちてきております。で今日ももしかしたら今この感じですと一旦上昇するんじゃないかというふうには見てますが、ここですね、今ダイバージェンスを起こしてるんですよね。このローソク足に関してはもう横ばいになってるんですが、マックディがずーっと上向きになってきてますよね。なので、いつものダイバージェンスは下向きなんですが、今回は逆ですね。ローソク足は横横なのにマックディが上向いてきているので、一旦これを解消に上昇するんじゃないのかなという雰囲気にも見えます。
そして今 GMMA もだいぶ開ききっておりますので、ここを一旦上抜けて 38.2% もしくはこの白の切り下げライン、この辺付近を目指して一旦上昇してきそうな雰囲気でもありますが、先ほど4時間足で言いましたように、ここに GMMA が下がってきておりますし、日足の GMMA もここを走っておりますので、上がってきたらそこで売られるんじゃないかと。なのでもしこのボックス上限を抜けてきたとしても、押し目買いをするんじゃなくて、次そこでの戻り売りポイントを探していくのがいいなと思っております。そして今ここローソク足に見てますとわかるんですが、今例えばこの、ここの下落ですね、この下落に対しての上昇、そしてこの下落に対しての上昇、そしてこの下落に対しての上昇、これわかりますか？上昇の勢いが弱まってきているのが、ここはこの下落に対して同じぐらい上昇して上げてきてます。ただここでの下落に対しては上昇の勢いが少し弱まっている。似たところまでは上げてきてるんですが、上の方はヒゲになっております。そしてこの下落に対する上昇、だいぶ弱まっているのがわかりますよね。ということは上昇の圧力がだんだん弱まってきているということになりますので、もしかしたら先ほどダイバージェンスが起こっているので一旦上抜けするかもとは言いましたが、今これだけ圧力が弱まっているとこのまま下抜けてくるのかということも考えられますので、やはり本日はこのボックス、下に抜ければ下についていく、上に抜ければ次戻ってくるのを待つという戦略がいいかなと思っております。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。